大久保所属のソシエダ、試合中の発煙筒投げ込みにアペリバイ会長がコメント。今日は素晴らしい夜になった。本当にありがとう。一方で私はレアルのファンに謝罪しなければならない。試合中の発煙筒の投げ込みに対して。今日の試合はレアルが警備を行ったがファンを不安にさせてしまった。我々はその犯人を許すつもりはない。スタジアムにはいくつものカメラがある。まずはその特定を急ぎ法廷に持ち込むだろう。絶対に許すつもりはない。試合前の持ち込み物の検査でも大量の爆竹と発煙筒を押収したが不十分だった。本当に申し訳なかった。ベンフカの会長は本当にすまないと何度も謝罪してきたよ。本当に恥じているはずだ。ただそれはベンフカに非があるわけではない。ベンフカの大半のファンは立派に振る舞っていたのだから。だからそこはしっかりと区別してほしい。でも我々はその犯人を許すつもりはない。試合前に広場で起きた暴動も抑止するのは難しかった。2000人も動いていたんだ。それで交流できたのはたったの3人だけだ。この問題は他の試合でも起こっている。治安は守らなくてはならないし、この件に関しては常に UEFA が責任を負う必要があると強く感じているよ。試合前の暴動もこれもありえない。クドが試合をやめるようにみんなで自身に話をしたって言ってたな。まずは怪我人でなかったみたいでよかった。さすがにこれだけの観客がいる中では制御するの難しいよな。互いの会長と選手までも悩ませるサポーターは追放されて当然やろ。試合中にベンフィカの選手が自身と話している姿がなんか切なかったわ。こういうのマジでやめてほしい。選手も試合どころじゃないじゃん。アペリバイちゃんとベンフィカサポーター擁護してていい人感半端ないな。もうベンフィカとの対戦今後予期しようぜ。